はい、コズの趣味部屋へようこそ。今回もね、フィギュア紹介していきたいと思います。今回ご紹介するのはこちら、はい、こちらですね、ナルト。はい、フィギュアーズゼロから絆リレーション、ウチハサスケ。はい、こちらですね。まあ前回のナルトの時に言いましたが、こちらもね、再販されたものになります。はい、箱はナルトと違って青ベースですね。はい、ということでね、こちら開封してみたいと思います。はい、ブリスターの状態ですね。はい、こちらもおそらくナルトと一緒でワンパーツでしょう。はい、組み立てる必要はないと思います。はい、ではね、ブリスターから取り出してみたいと思います。ではね、早速見ていきましょう。こちら、バブ。はい、サスケの千鳥、エフェクトがすごいね。うん、やっぱこれは、はい、顔、顔に立ってはね、微妙なところだね。ナルトに、ナルトよりは似てないかな。なんかちょっと似てない感じがありますね。うん、まあ、一応目はね、はい、シャリンガン。まあでもこれはエフェクトがね、やっぱすっごいな。綺麗なブルーでね、一番下の方はね、紫ですね。うん、紫になっています。でこのね、躍動感あふれるポージング、疾走感も感じられるね。で背中にね、ウチハの家紋が、ここもね、紫にグラデーションになってますね。はい、うん、あ、でもやっぱね、エフェクトが豪華なんで、うん、かっこいいね。はい、で台座がね、ナルトと組み合わさるような形になってます。早速ね、ナルトと合わせてみたいと思います。はい、ナルトがね、こちら台座がこうなってます。なのでこれ合わさる感じに、はい、なってますね。これはこういう風に、はい、ぴったんこはまりますね。いや、これはなかなかいいアイデアだと思いますね。合わさる台座、はい、ゴーミンと2人ともいいね、かっこいいな。螺旋丸と千鳥、いや、いい。ではね、こちら、まずサスケを回転台座に乗せてね、ぐるーっと見ていただきたいと思います。その後はね、2人合わせた状態でも回してみたいと思います。はい、ということでね、今回はフィギュアーズゼロから絆リレーション、ナルトからサスケ、はい、
こちらをご紹介させていただきました。この機会にね、チャンネル登録していない方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。では今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。